いや俺、いや俺マグロだよね、それはね。うん、お前メダカでしょ、どうせちっちゃそうだもんね。うん、あ、目見せてくれんの。メガロドン。うん、これガチか。ワニ、レックスのレックスを鬼マジは、ルイスはパーク立ち入り禁止なんだよ。毒物の見解としてどういうことだっけ。そうです、何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太ダイナマイトコースです。おいです。今回はですね、はい、メガロドンがまだ生きているかもしれない証拠をご紹介していきますよ。本当にいるのかなっていうって思うでしょ、うん、でもコースケ考えてみてほしい、うん、まず俺らは海の何パーセントしか分かってないですか。うん、 5% ですね。シーラカンスはもう絶滅したって思われてました。うん、ただ発見されてますよね。うん、生きた形で、うん、ということはつまりメガロドンだって生きているかもしれないんです。なるほど、早速見ていきましょうか。いきましょう、どうぞ。極太ダイナマイト。そもそも一体メガロドンとは何ぞやっていうところなんですけども、うん、約2300万年前から360万年前の時期に生きていた歴史上最大のサメです。うん、めちゃデカです。その大きさがですね、最大個体で10メートルから20メートルの大きさです。でかいよね、はい、メガロドンの有名なあの口の大きさの写真、今みんなに見せてあげよう。見せましょう。はい、こちらです。はい、これですね。でかいね。とんでもない。人間パッてたらね、一気に普通に飲み込まれちゃうもんね。そういう縦でそう、パクなんですよね。うん、かなりでかくて、うん、肉食系のサメではもう史上最大のサメです。なるほど。こいつがですね、うん、実はまだ生きてるかもしれないんですよ。うん、その証拠が続々と世界中から出てきてまして。なるほど。まあ、今回はその中から4つほど厳選してご紹介します。はい、まず1つ目がですね、マリアナ海溝で撮影された映像です。はい、2016年にですね、 Facebook でマリアナ海溝の映像がちょっと公開されまして、うん、そこにですね、巨大な黒いサメが映ってたんですよ。ほう。大きさから推測するに15メートル、でけえの。巨大です。しかもマリアナ海溝です。うん、ご覧ください、見せます。こちらです。こちらがその証拠なんですけども、うん、でかいですけれど、はい、これはなんかこの手のさ、写真にあるフェイクとかではないのかな。フェイクです。フェイクなんかい。フェイクなんかい。早えよ。お前証拠4つっつったやん。まあまあ、ゴリゴリのフェイク一発目から。何か、ご紹介していきますよみたいな、意外にしろって言いまして、ちょっとこれだけ最初に紹介したくて。なるほどなるほど。これはですね、どれ、日本で撮影されたフェイクサメ。なるほど。フェイクシャークですね。フェイクシャーク、はい、はい、メガロドンでも何でもないです。うん、メガロドンでも何でもないです。2回言わんでいいんだよ。分かってるわ。1回で分かるわ。すいません。こういうまあね、嘘つきも世の中にいますと。まあ本当にね、なんかこの手の界隈が好きな、都市伝説系好きな人に言っときたいのは、はい、マジで嘘を嘘だと見受けないと、はい、エンタメとしてね、扱わないと。結構ね、コメントでもね、誰々がこう言ってたからこうですよとか、お前その信憑性はどうなんだと。そいつら本当にね、うん、なんならね、僕はね、メガロドンは生きてませんと思ってます。早いんだよ。カットするぞお前、本当に。これカットか。都合が悪いですから。続いてご紹介するメガロドンの証拠がですね、船底につけられたサメの歯型です。うん、オーストラリアの船なんですけども、港に帰ってきて船を見たところですね、うん、その船底に巨大なサメの歯型がついていました。うん、ちょっと波が荒くて、その日、うん、だから噛まれた時の衝撃にこそ気づかなかったんだけど、うん、帰ってからでけえ歯型があるってなったんだよ。うん、でそのね、歯型の大きさがヤバくてちょっと衝撃的なんですけど、2メートルあったと。うん、今生きている暴力的なサメ、船とか人を攻撃する可能性があるサメっていうのはホホジロザメが最大で考えられてるんですけど、うん、大きくてもまあ5メートルぐらいなのね、体長が。うんうん、だからまあ2メートルの歯型なんて到底つけられないんですよ。はい、っていうのでメガロドンいるんじゃねっていう。なるほど。うん、写真はないのか。写真はないです。なるほど。今回ご用意できなかったんですけども、うん、まあそういう体験をした人がいるという形ですよね。うん、でもコウスケさん、ご安心ください。うん、残りの2つはですね、うん、写真があります。ほうほうほう。メガロドンがいるとあなたに言わせてみせます。それは楽しみです。はい。続いての証拠はですね、はい、メガロドンを捉えた写真です。
はい、2013年の4月15日南アフリカの海でですね、巨大なクジラが何かのサメによって襲われているところが目撃されたんですよ、うん、2013年なんで携帯があるわけですよね、うん、でそれを目撃した船乗りがですね、写真を撮りました、うん、その画像がこちらです。これですね、うん、この背びれがメガロだなのではないかと。クジラを襲ってたっていうのがまあ一個ポイントでして、メガロドンはクジラを食べていました。なるほど、ね、捕食対象がクジラだったんだよね。なるほど、なるほど、はい、今最新の研究でメガロドンって意外と浅瀬にいたんじゃないかって言われてるのね、うん、この写真が撮影されたのも浅瀬なのよ。なるほど、だから可能性がちょっと出てきていると。まあな、全容が映ってたらなんともなんだよ、ね、そうなんだよね、背びれだけだからな、なんともだし、この背びれだけだと推定するのも難しくて、うん、まあメガロドンじゃないとも言えちゃうっていうのが、うん、結構難しいポイントなんですよね。まあサメがクジラを襲うってことは多分あるんだろうから。あるのかね。うん、まあ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 って感じだね。まあそうね、可能性の域をやっぱ出ない。やっぱり、うん、今背びれだけだったじゃん。うん、だから推定難しかったんだけど。うん、次の最後の証拠はですね、うん、海洋学者の推定によってちょっとメガロドンの可能性があまりにも高いと。なるほどなるほど、一番信憑性が高いね、それは。そう、うん、そんな証拠です、うん、2013年に、うん、全くサメの研究とかじゃなくて海洋調査をロボットアームで行うっていう、それカメラつけて撮影していたんですよ、うん、そこにですね、巨大な胸びれが映りました。一瞬だけなんですけど、うん、まあ、映像か画像をちょっとご覧ください、はい、こちらです。これがですね、実際に撮影されたものなんですけど、縁取ったりするところの感じなのかな。そう、何者かの胸びれがカメラに映りました、うん、でこれをですね、コリン・ドレイクという海洋学者が研究したんですよ、はい、そしたら大きさが10メートル以上おで、サメ類のものだと。なるほど、つまりこれはあれ、メガロドンいるんじゃないのって。全容こそ映ってないけど、うん、分析からそう見える。まあメガロドンじゃないにせよ十数メートルのやつらがいたってことは、そういうこと、確かだもんねこれは、うん、確かにこれは事実だからね、うん、メガロドンじゃなくても、うん、デカザメがいることはもう間違いないです。僕ずっとダイナマイトってことで、以上メガロドンが未だに実在しているかもしれない証拠でした。正直まあ3つともだとって感じだったけど、はい、この最後のこの4つ目の証拠でこれひょっとしたら、うん、メガロドン生きてんじゃねえかなっていう。そうなんだよ、ちょっと気になってきたね。シーラカンス的な、うん、生きた化石としてまだ現存してる可能性がやっぱちょっとあるんですよね、うん、確かにまだ人類が探し出せてないだけで、うん、そうそうそう、この広い海のどこかに眠っている可能性があるんです。なるほど、まあ、散々メガロドンについてやってきましたが、はい、果たして今もなおメガロドンは生きているのでしょうか。極太の見解をお聞かせいただきたいと思います。生きていません。早えよ、何の時間だよ結局。ごめんちょごめんちょ、殺されてるおい、なんだそれ、おい刺されるよ刺される、誰に。お前は多分ね、うん、戦卒の誰かに刺される。戦卒戦卒は頭にいいから犯罪をすぐ犯すもうこれ触れません僕は僕は何も言っていない。冗談ですけどね。皆さん、はい、本当に恐ろしいのはメガロドンではなく品性のないバカなのかもしれません。以上、極太ダイナマイトでした。ひどいよ。ありがとうございました。極太のマーケットシェスコーナー。ちょっとね、はい、皆さんいつも見てくださっている方からしたらまたかと。はい、いうニュースなんですけども、うん、中国人の男性がですね、お尻の穴にうなぎを入れてしまいました。ついにか、また、ええ、2023年もチャレンジャーが。チャレンジャーってなんだよ。夢を追う人が、夢を追う人が。今回はですね、中国人の男性が、うん、便秘解消の民間療法で、まあ、うなぎを入れるといいみたいなのがあるらしいんですよ。まあ、ぬるぬるなんでね絶対ちゃうやんで入れてしまったと。すごいな。だからね、ちょっと恥ずかしくてあまり病院に行けなかったんだけど、さすがにということで、うん、病院を訪れたところですね、うん、お尻の穴から20センチのうなぎが出てきました。すごいね。
前回、はい、レジェンドタウナギは50センチだったかな。ちょっとね、ツイッターの方にね、はい、レジェンドの方もう一度再活しますんで、はい、見てない方ぜひ、極太の公式ツイッター、はい、高一のツイッター、そして私コウスケのツイッターをねフォローしていただくと見れますんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。うなぎ入れんなよ。うなぎ好きなんだね。好きだけどね、上の口から楽しんでください。うなぎはやっぱ一回下入れてから、うん、かば焼きにするとねより美味しくなる。食べたかねえよそんなうなぎ洗えばいいのかもしんないけどさ本当に。でもお前が今まで食ってきたうなぎも一回入れられてる可能性あるからね。それあるよな、うん、だって別に人体に影響ないからね。気分が悪いだけだからあなたが食べていたうなぎ、果たして本当に綺麗なうなぎだったのかな。知らぬが仏ですね。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。